あの頃の誰かは日本の推理作家東野圭吾の短編小説集2011年1月12日発行本書は当初から文庫版で発売されたまたダイイングアイと2冊同時刊行され2冊同時刊行プレゼントが行われている収録作品はバブル時に書いたもので単行本未収録であった著者は訳ありだと語っている 収録の短編のうち、霊子と霊子、シャレードが一杯、20年目の約束、再生魔術の女は、2012年にテレビドラマ、東の敬語ミステリーズの一編として映像化された。お元気ですか ?20 年前浮かれていた、皆さん。まさかの、いきなり文法や酔いの彼氏、高典が自宅で死んだ。死体があったカーペットには地で、A のような文字が書かれていた。 登場人物トラも女もトラか女かという処刑法にちなんだトラか女かそれともという処刑法が実行された。それには扉が3つありトラと女とそして何が入っているかわからない扉の3つだった。登場人物さよならお父さんは長編小説秘密の原型で著者は後書きで短編として気に入らなかったから。 長編として書き直した。と述べている。長編版ではバスで死んだことになっているが、短編版では飛行機事故となっている。ありがとうございます。